動きだ、ラウラ。先を読んでも瞬時に返されてしまうな。霞の力があってこそよ。あなただって光の奥の手使ってないじゃない。使ったとしたら、その時はこちらも一の太刀を出させてもらう。マデル様、食事の支度が整いました。もうそんな時間か。今の季節は日が長いから時間の感覚なくなるよね。あら、訓練はもうおしまい？残念、参加したかったわ。遅かったわね。一人？皇帝陛下は何かと多忙なの。もともと私一人で行動することも多いし。ドライバーとブレイドは一心同体、それが本来の姿よ。出ないと力は出せないわ。言葉で言うほど簡単ではないさ。私もまだ君の力を出し切れていない。そう？私は結構精一杯なんだけど。そこ知れないってことさ。それにしてもブレイドの行動を抑制する霞の力、修行にうってつけだな。助かるよ。因果率予測も制限されるしね。ほんと大変。そんな、アデル様と光様にそこまで言っていただけるなんて恐縮です。こうして見てるとまるで双子の姉妹みたいね。ドライバーの因子が色濃く出るのは珍しいんだろ？そういう話はたまに聞くけど、そうなの？さあ、でも私はラウラ様と同じ姿に生まれてこられて幸せです。服の貸し借りもできるしね。え？ところで、次はシンと手合わせ願いたいのだが。ですって。どう？私は戦いは好みませんので。イーラ最強の男の言葉、ずしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。アデル様、ラウラ様、メスの狙いが分かりました。オートです。本当か？はい、間違いありません。君は？私はファンレ・ノルン、アーケディア法王朝の使者です。法王朝？あなたがレックス様ですね。マルベーニ聖下が面会を希望されています。来てくださいますね？それってどういう、なんで法王様が俺なんかと？法王朝ではアルスト全てのドライバーとブレイドを管理しています。そしてあなたは天の聖杯のドライバー。その力取り込みたいということか？そうではありません。聖火は同じ天の聖杯のドライバーとしてレックス様とお会いしたいと、ただそれだけです。同じって、まさか？そうです、聖火はメツのドライバーです。そしてレックス様、あなたは今探検を所持していますね。なんで探検のことを？わかります、私には。聖火はその探検の本来の持ち主でもあります。つまり法王様がコールじいさんのドライバーってこと？はい。まさか、だってじいさんは。現法王はアーケディア人だ。ありえん話ではない。アーケディア人は長命ですからね。そうか、だからあの時コールさんは探検の持ち主が世界中へ行く方法を知ってるって言ったのか。
いかがですか？マルベーニ聖界の一件はあなたにとっても悪い話ではないはずです。ちょっと待って。怪しいよ、レックス。話ができすぎてる。光はどう思う？気づいてたんだろ、コールさんに会った時から。ええ、まさか法王様になっているとは思わなかったけど。会いたい。聞きたいことは山ほどあるわ。私が眠りについた後、何が起きたのか、そしてなぜあなたが今ここにいるのか。わかった。俺も会いたい。いや、会わなきゃいけないと思うんだ。かすみ、光様、どうされたんですか、こんな時間に。今の季節、雲海の夜は冷えます。風を召されますよ。私はブレイド、風邪はひかないわ。そうでしたね、失礼いたしました。かすみ、覚えていないのね。お、なぜ私のことをかすみと。私はファンレ・ノルン、マルベーニ聖火のブレイドです。そう、マルベーニの。ごめんなさい、忘れて。知っている人によく似てたからつい。確かにここは寒いわね。ご忠告に従って部屋に戻るわ。はい、おやすみなさい、光様。おやすみ、ファン。光ちゃん、あのコアクリスタルの形。わかってる、ただ同調しただけじゃない。私たちやレックスとも違う。聞くことがさらに一つ増えたわね。ごめん、ちょっと考え事したいから代わって。うん、わかった。できたのか。ああ、ブレイドたちの声がここにある。来いよ、義経が面白いもん見つけてきたぜ。わかった。見ろよこいつを。テンペランティア、そこでスペルビアが大規模な発掘作業をしてるって噂があったので行ってみたらね。かなり変わってはいるが、この形ユーディキウムのアルス兵器だな。ユーディキウム、それって確か。ああ、500年前俺と光が沈めた国だ。そしてマンイーター発祥の地。マンイーターの。どうする？我々の脅威となるなら排除するが、他の使い方もある。あ、くそ、やってらんねえ。お帰りなさい。ずいぶんと荒れてますね。まさか。そっちの守備は問題ない、ちゃんと持って帰ってきたぜ。それはよかった。で、荒れている原因は。というわけだ。情けない話だが、逃げ帰るしかなかった。エーテル場を乱されたわけじゃないんですよね。アーケディアの女ブレイドか。シン、あれは霞だ、間違いない。シン、サタヒコ、マルサネスの調整は。ああ、それなら大丈夫だ。予定より少し遅れているが、なんとかする。義経、天の聖杯の位置は。リベラリタス島諸軍の近く、船か何かで移動中ですね。行き先はアーケディアだな。
どちらへ？テンペランティアだ。時間を稼ぎたい。天の聖杯はいいの？あの男と結託でもされたら。そりゃねえな。光はそんなんじゃねえ。むしろ俺たちを導いてくれるさ。閉ざされた世界樹への道は天の聖杯にしか開けん。メツ、紹介から受け取ったものの調整もある。お前たちはサタヒコを手伝ってやってくれ。テンペランティアには俺一人で行く。構わんが。わかりました。お気をつけて。あいつ。すごいですね。雲海がまるで山のよう。リベラリタス島諸軍です。自説柄アーケディアはあの雲の尾根の向こう側、迂回するよりは陸路を行った方が早いので、船での移動はここまでになります。アルス船といえどもあの尾根は越えられないでしょうね。陸路もやむを得んといったところか。懐かしいな。うん、5年ぶりじゃな。何か思い出の場所なんですか？宮崎村が、俺とじっちゃんの故郷が、あの尾根の向こう側にあるんだ。へえ、あんたリベラリタスの出だったんだ。そうだったんですか。さてと、こっからは俺が道案内した方がいいかな。尾根の向こう側まで行けばいいんだよね。はい、そこに法王朝の迎えが来ているはずです。了解。さすが兄貴、頼もしいもん。何がヒヒヒじゃ。浮かんだ群島をたどっていくだけじゃろうが。ルートによっては危険だろ。手強いモンスターに襲われるかもしれないし。そりゃまあそうじゃが。どうやって行くも？矢崎村は？矢崎村？通りますか？そういうルートもあるよ。それ、私、そのルートで行きたいです。前のめってくるな。いつになくアグレッシブですね。目的が変わってますもん。だって、レックスの故郷、見てみたくありません？ああ、そりゃ確かに見たいかも。まあそのルートなら比較的安全だし悪くないか。どうかな。レックス様にお任せします。よし、じゃあ決まり。準備ができたら出発。って、なんであんたまでここにいるの？スペルビア皇帝代行として堂々する胸を申し出た。何か問題でも？当然のことです。天の聖杯を法王朝にお招きする以上、その情報は全ての国に開かれなければなりません。あくまで中立公正な立場でというわけじゃな。はい、そういうわけなの。よろしくね、ニア。牢屋にぶち込まれてた身としてはどうにも居心地が悪いんだけど。まあそう言わずに、お嬢様。メレフ様とカグツチ様が同行されるのです。旅の安全は保証されたようなものです。そりゃまあそうだろうけどさ。いいじゃないか、ニア。誤解も解けたんだし。この間だって助けてもらったろ。能天気でいいね、あんたは。前向き。前向きって言ってくれってんだろ。わかったよ。全部水に流してやろうじゃん。仲直り。
こちらこそ頼りにしているよ。ここは小型のアルスが集まった群島だからね。アルスとアルスとを結ぶ力場がトンネルを作ってるんだ。雲の山脈の中心には大型のアルスもおるんじゃよ。もともそっちは雲海の中じゃから人が住むには適さんがの。大きなアルスとその周りを回る小さなアルスがここの特徴なんだ。世界にはいろんなところがあるもん。ご主人、ちょっとは外に出た方がいいもん。部屋に引きこもってメカいじりばかりじゃ健康に悪いもん。今はこうして兄貴たちと冒険してるもん。引きこもりとかオレンジ警備員じゃないもん。そうだな、今のトラは立派なドライバーだもんな。もうさすが兄貴、よくわかってるもん。お、やってるやってる。なにあれ、あんなことやって怖くないの？この辺じゃ当たり前の遊びさ。ああやって雲海の泳ぎ方を覚えるんだ。レックスもやってたんですか？もちろん、サルベージャーになった時すごく役に立ったよ。私は苦手だな、水とは違うあのまとわりつく感覚がさ。高いところも苦手ですからね。飛び込みやってればすぐ慣れるさ。なんなら今ここでやってみる？何すんだ、来るな、触るな。もうレックス、ミアをからかうんじゃありません。へいへい。たく、相変わらずガキなんだから。王国より多いな。駆動系は我が国のものに置き換えました。制御系はどれも胴体保存されておりますので、事実を要さず数を揃えられるかと。グーラで疲弊した我が国の数的劣勢、ようやく覆せるか。は、安定性に問題はないのだな。3ヶ月前の爆発事故、二度はないぞ。アルスの体液に安定剤を注入しましたので通常運用に支障はありません。加えて抗体部は特殊鋼で覆ってあります。敵弾の直撃にも長時間耐えられるものです。万が一誘爆したとしてもそこが敵地ならば死なばもろともか。搭乗員の脱出装置は設けてあります。棺桶、もう間違いではないのか？それはマンイーター技術の粋を極めた亡国ユーディキウム、その残滓あまり好きではないな。閣下が人の細胞とブレイドを掛け合わせたマンイーターを忌避していることは承知しております。そうではない。違うのですか？ではどのような？マンイーターはより強固なブレイドを生み出す目的で作られたというが、果たしてそうだったのか？わしはこの技術が人が生き延びるためのあがきのように思えてならん。まるで自分たちを見ているようでな。それが好かんのだ。わしはアーケディアへ向かう。根回しはしておかんとな。
クリにカズナか。大きくなったな。あれ、そっちは？マーチスだよ。あんたの仕送りのおかげで今度法王庁の進学校に行けることになってね。ゴルレルおばさん、久しぶり。なんかすごい人気ですね。生まれ故郷に仕送りをしていたようですね。あの年齢でなかなかできることではありません。故郷か。あのおばさん、すっごく子だくさんだもん。ご主人、よその家の子ですもん。なんと清流のじいさんかい。ずいぶんとまあちっこくなっちまって。話せばいろいろとな。ところで一晩投留させてもらえんかの。クタクタでの。じいさんってば何を他人行儀な。いくらでも泊まってっておくれよ。歓迎するよ。すまんの。おばさん、みんなのこと頼むよ。俺はちょっと寄り道してくからさ。ああ、わかったよ。任せてくれ。ホームラだけちょっといいかな。え、あ、はい、もちろん。さあさあ、皆さんはこちらへどうぞ。ここは？俺のお父さんと母さんの墓。え？ごめん、そういや話してなかったよね、俺のこと。ううん、いいの。ごめんなさい、そんなことも知らずに。会わせたかったんだ、君を。私をお父さんとお母さんに？久しぶりだね、父さん、母さん。俺ドライバーになったんだよ。すごいだろ。それでこの人はホムラ、俺のパートナー。とっても大事な人なんだ。俺ホムラと一緒に楽園に行くことに決めたんだ。この先何が起こるかわからないけど、ホムラと俺を見守っていてくれよ。レックス。じゃあ戻ろうか。はい。悪いね、洗い物なんかさせちまって。いいえ、気にしないでください。私料理を作るのも片付けるのも大好きですから。助かるよ。それにしてもレックスのやつ、ほんといい嫁さんを連れてきたもんだね。え、とんでもない。私ただのブレイドです。あら、そうかい。大昔はドライバーと添い遂げるブレードも結構いたって言うけどね。素敵な村ですね。あったかでのんびりしていて。ここは属性とは離れてるからね。どこの国もこんな風に暮らせれば心配事もないんだけどさ。しかしあれだね、なんだかんだ言ってやっぱり母親が恋しいのかね。あんたなんとなく似てるよ、レックスの母親に。私がレックスのお母さんに？さっきレックスと一緒にご挨拶してきたんです。そう、レックスはさ、この村の生まれじゃないんだよ。あの子が2歳の時にね、
母親に連れられてこの村に流れ着いてきたんだ。戦争だったのかアルスの寿命だったのか、住んでた土地を追われたらしくってね。ここにたどり着いた時にはえらく衰弱していてね、レックスを頼むって言い残してそのまま目覚めずさ。綺麗な人だったよ父親は。ここから3キルと離れたところで死んでるのが見つかった。あと少しのところでたどり着けなかったんだろうね。悲しい話さね。そんな、きっともう誰も失いたくないんだろうね。楽園に行く手がかりを見つけたいんだってサルベージャーになってさ。私はレックスのそばにいない方がいいかもしれませんね。あんたレックスのことが嫌いなのかい？大好き。でも私がそばにいるとレックスはいろんなものを失ってしまうんじゃないかって。だから私がそばにいない方がレックスも世界もきっと幸せになれる、そんな気がするんです。あんた それじゃあそろそろ行くよ。じゃあね兄ちゃん。気をつけてね。じいさんも無駄にくたばるんじゃないよ。お前さんも無駄に口が悪いの。お世話になりました。あんた何があったのか知らないけど何でもかんでも背負い込むんじゃないよ。レックスは強い子だ。困った時はまとめて全部肩代わりさせちまいな。はい、そうします。え、何？何の話？何でもありませんね。そう、何でもないよ。あんたはよそ見せずに前だけ向いて突っ走りな。ああ。来たな。待っとったで。お前は。よう、カメちゃん。おう。なんだよ、まだ諦めてなかったのか。いい加減しつこいぞ。カメっていうよりはスッポンだもん。今日の用向きはチートばかし違うんや。なんだよ、用って。ボンの実力を確かめよう思てな。わざわざ3日もここで待っとったんや。3日もってバカじゃないの？っていうか、あんたがまず実力を見せなさいよ。ええで、思いっきし見せたるさかい構えや。なんで俺たちがここに来るって。ワイに勝てたら教えたるわい。アンさんもやるかい？いや、私は遠慮しておこう。え、なんで？だそうや。残念やったな、炎の貴公子様の助けが得られんで。関係ないね。人のことよか自分たちの心配したら。右手に大岩、左手には大木、そして後ろは崖。今日は雲海に落っこちるかもね。ご忠告大きに。ほな。
どうや、ワイがちょっと本気出したらこんなもんや。強いもん。そんな、カメちゃんのくせに。内臓のジーク、ルクスリア王家第一王子にして王国随一のドライバー。ルクスリアの王子？あいつが。その立ちさばきをこの目で見られるとは、私も運が良い。セリフや、もっと言うて。ようだ。なんや、リアクションそんだけか。まあええわ。で、どないする？さっさと負けを見込んだ。冗談、かすった程度で勝ったつもりになられてもね。右に同じ、これからが本番です。ハハハ、よう言うた。それでこそ剣の聖杯や。行くで。やりよるな、ボン。あんたもね、驚いたよ。まさかメレフとカグツチの他にこんなドライバーとブレイドがいるなんて。まだ使うとらんやろ、天の聖杯の力。光の力は悪い奴にしか使わない。何言うてんねん、ワイは善人やとでも言いたいんか。違うのかい。なかなか言うやないけ、ボン。さすがは天の聖杯のドライバーや。よろしいですか、ジーク様。ああ、合格や。こいつやったら法王庁に入っても問題起こさんやろ。あんた、一体。ここ何年かは法王庁に厄介になっとる。まあ、特使みたいなもんやな。天の聖杯が目覚めたって聞いてもうたんでな、見定める役を買って出たってわけや。すまんかったな、何度も試させてもろて。ほんまは一回で済ませたかったんやけどな。なんせうちの王子様めっちゃ運が悪うてな。ああ、なんとなくわかる。何言うとんねん、あれはたまたまやろが。たまたま。うおほ、なんでやねん。あ、落ちた。なるほど、これは確かに。あの、助けに行かなくていいんですか。心配あらへん。そのうち自力で戻ってきはるやろうし、先に船で行ってましょう。いえ、何でもないです。マルベーニ聖家との謁見は明日を予定しています。まずは皆様で教区内をご覧になってはいかがですか。アーケディアの中を。そりゃ滅多にない機会だよな。興味あるもん。いろんなところぐるんぐるん回りたいもん。まるっきり観光気分だな。まあいいではありませんか。わしも中に入るのは初めてじゃ。そりゃそうだ、あの大きさで街中うろついたらパニックだよ。まったくだ。ブレイドは戦争の原因だって何あれ。法王庁のブレイド施策への反対デモやな。難民の連中が去年くらいから盛んにやっとるやつや。うわ、どっから湧いて出た。っていうか、いつの間に雲海から。ブレイド、何か悪いことしたのかも。
各国で産出されるコアの管理、供給のバランスは法王庁が一手に担っている。たまに毛布やバーンのような輩も出るがな。つまり法王庁こそ戦争の原因だと。そういう側面もあるということだ。ドライバーとブレードなんて戦力の一部に過ぎないだろ。せやけどそれを分かってもらうんは簡単なことと違うんよ。そうなんだ。難民、グーラ人が多いね。10年前のグーラ争奪戦じゃな。あの戦から逃れてきたんじゃろう。けったいな連中やで、ほんま。打ち立ててもろて、飯食わさしてもろて、ほんで文句言いよる。衣食足りて礼節を知るってのはあら嘘やな。人間余裕ができるといらんこと考え始めるんや。手に余るものには目を向けず、手近なものを攻撃するのはたやすいからの。何か言いたそうだな。そんなんじゃないよ。そんなんとは？スペルビアのアルス、もう長くないのは誰だってわかる。だからなんだろう、グーラに駐留してるのは。我々の人口はインビディアより多い。だけどそれを維持するための資源は圧倒的に足りない。その年にしては聡明だな。サルベージャーしながらいろいろ見てきてるからね。理想だけじゃ世界が立ち行かないことぐらい分かってるよ。それで楽園か。ダメかい？いや、ただそこに関しては年相応だな。それでもさ、理想を振りかざしてがなり立ててるだけの連中よりかはずっとマシだろ。確かに行動力は尊敬に値するな。ただ闇雲に突っ走ってるだけさ。メレフさん、一つ聞いてもいいですか？なんなりと。レックスはヒカリちゃんを目覚めさせました。それが何を意味するのかレックスは分かってます。だろうな。それなのにあなたは私たちを捕らえようとはしなかった。なぜです？英雄アデル、今より500年前アルストの英雄と謳われた彼がどんな人物だったのか、私は伝承でしか知らない。その英雄とブレイドが何をもたらすのか、この目で見てみたいといったところかな。俺はアデルじゃないよ。だが天の聖杯のドライバーだ。君を帝国の管理下に置いた途端、君は英雄ではなくなる。よくわかんないな。強大な力を持つ者は自由であるべきということですか？当たらずしも遠からず、そう思ってもらって構わんよ。炎の貴公子様は難儀な性格しとんな。もっと素直になったらどうや？余計なお世話だ。この門から向こうが法王庁の内壁、主要な施設や行政区がある区画になります。それでは宿までご案内しますね。謁見は明日大聖堂の謁見室で行われます。お忘れなきよう。それでは。うん、いろいろとありがとう。おやすみなさい皆様。おやすみ。ねえホムラ、アデルってどんな人だったの？ヒカリちゃん呼びます？いやいいよ別に、ちょっと知りたかっただけ。
素敵な人。素敵？私は眠りにつくまでのほんのわずかの間しかいられなかったけど、ひかりちゃんの記憶には誰よりも純粋で勇気があって強くて素敵な大人の男性って。大人の男性か。あとレックスにすごくよく似てるって。そうか、似てるのかって。また余計なことをって怒られちゃいますね。ホームラ、私もそう思います。さすがに朝は冷えるな。フォンソン？どうした？大人の色気に脳殺でもされたか？ミア！なんでここに？早起きなんだよ、私は。ほーん、そういうことか。ホムラとヒカリに言いつけちゃうぞ。そんなんじゃないよ。ただ。ただ？なんだよ。なんか悲しそうだなって。あら、レックス様、ニア様、謁見まではまだ間がありますよ。ちょっと早く起きちゃったからさ。そうでしたか。それにしてもこの壁画すごい迫力だな。アルストの創世物語、遥か昔この国ができたばかりの頃に描かれたものだそうです。さっきからずっと壁画を見てたけど。ないんです。ないって何が？思い出。私はこの壁画が描かれた頃からこの世界に存在していたはずなのに、その頃の記憶がないんです。ブレイドだからね。誰といたのか、何をしていたのか、私はそれを知りたい。光も長生きだから、もしかしたら君のことを知ってるかもしれないな。光様は私のことを霞と。もしかしたら私は光様とどこかで出会っているのかも。謁見が終わったら聞いてみようか。本当ですか？ありがとう、レックス様。いや、いいって、助けてもらったしさ。なーに赤くなってんだよ。言いつけるぞ、マジで。本当にそんなんじゃないって。どうだか。悩んでるとお肌に良くないわよ。ブレイドとドライバーは一心同体。私にそう言ったのはもう一人のあなたなんだけど。ひかりちゃんが？もっとも500年も前の話だから忘れちゃったかな。あ、言った。確かに言った。言ったのね。でもどうしてそんな昔のことを。どうしてそんな昔のことを覚えてるんだって顔をしてるわね。これは私の日記帳みたいなものね。私が何者だったのか、後の私がそれを知る唯一の手段。コアに戻り同調されたブレイドはそれ以前の記憶を失う。ブレイドの寿命は永遠でも、子としていられる時間は人のそれよりはるかに短い。私のようにその時間を、以前の自分を書き留めておこうとするブレイドは少なくない。無意味なことだと分かっていてもね。コアに戻った時点でその所在は露呈する。せっかく書き留めた記録も記憶とともに失われてしま
帝国の宝珠としてその所在が定まり、公式な記録も残る私は幸せなのかもしれない。家具土、あなたの本意がどこにあるのか私には想像することしかできない。だけどね、レックスはあなたのドライバー、彼を認めるのならあなたの全てを話しなさいな。それができないのならあなたは彼のブレイドでいるべきじゃない。私はレックスのことを大事に思うのならなおさらよ。真実を話せば拒絶されるかもしれない。それを恐れるのはわかる。でもね、真実を知らされないままそれを知った時のレックスの悲しみも考えてあげて。参ったな。何でも分かっちゃってるんですね。そりゃね、500年前からの好敵手だし、同じブレイドだから。聖火、マルベーニ聖火。レックス様がお見えになりました。そうか。君がレックスか。会いたかったよ。あんた、いや、あなたがアケディアの。え、嘘。いかにも、私がマルベーニだ。驚くのも無理はない。もっと老人を想像していたのだろう。そりゃコールさんのドライバーって言われれば。あ、すいません。砕けてもらって構わない。私は一宗派の代表に過ぎない。法王などという大層な名前もただの飾りだ。それに
君とは同じ天の聖杯のドライバー、ある意味仲間とも言える。そう言ってもらえるとちょっとは楽かもです。印象が変わったな。もっと険しい感じだったと記憶しているが。そうだ、法皇様、これ。これ、コールさんから預かったんです。法皇様の持ち物だって。返します。そうか、コールの。懐かしい名だな。コールさんから聞きました。法皇様が楽園への行き方を知ってるって。俺、楽園に行きたいんです。行って、この世界を何とかしたい。いや、何とかできるかどうかは行ってみなければわからないけど、伝説が本当なら俺たちが生きていける場所、きっとあると思うんです。かつて私も君と同じ考えだった。同じ考えを持って世界中を登った。だが私は楽園には行けなかった。神にも会えなかった。それはきっと私の中に業があったからだろう。レックス、君の思いは理解した。私も最大限助力しよう。本当に？ありがとうございます。礼はいらないよ。それが私の役目なのだろう。そのために今まで生きてきたのだから。ついては、ホムラです。私の名前はホムラ。ホムラと少し話をさせてもらえるとありがたい。何？ちょっとした思い出話をね。コールのじいさんの知り合いって話、本当だったんだね。世間は狭いもん。ホムラ、一人で大丈夫かな？法皇様だよ。取って食ったりしないだろ。さっき、一瞬だけど感じたんだ。何を？レックス？まるで、あのメツと話をしてるみたいだった。気のせいだろ。メツのドライバーなんだから、その思い込みとか。全然似てないですもん。そうじゃないんだ。本当に一瞬なんだけど。どっちが法皇様でどっちがメツかわからなくなったっていうか。ごめん、うまく言えないや。同調の際、ドライバーの影響を大きく受けるブレードもおる。容姿じゃったり精神じゃったりとな。そのせいじゃと思うが。ホムラ様と同調したレックス様だからこそ感じ取れる何かがあるのかもしれませんね。1500年前に描かれたものだ。雨風にさらされ、修復もされず、今なお当時の輝きを誇っている。とうに失われた技術だよ。歴史とともに人は進化するのか、それともむしろ退化するのか、君はどう思う？驚いたわ。まるで変わっていないんだもの。周りから不思議がられない。私はアーケディア人だ。それに聖杯と同調した。その影響だよ。そうかしら。なぜ今になって？ずっと誰一人行かせる気はなかったんでしょう。時の変節とともに人は変わる。
答えになっていないわ。彼ならば神の声が聞こえる。この朽ちていく世界を救える。そう思ってはいけないのか。レックスがそうだと。君と同調したということはそういうことではないのか。数百年を経ても朽ちないとは大したものだな。マンイーター技術の究極形、あがくな人間も。困らせてごめんね。そう、わかりました。昨夜非公式にローデリヒ議員がアーケディアに入られたそうです。ご存知でした？いや、陛下からは何も聞かされていないが、今自分何用でここに。ただの巡礼とも思えんが。テンペランティアでの発掘調査、あれの関係では。以前陛下が懸念されていた件か。もしそうだとすれば、目的は法王朝への根回し。ローデリ姫、申し訳ありません。皆様、火急の要件です。すぐに謁見室までおいでください。先ほどスペルビアとインビディアの正常干渉域、非武装が約束されていたはずのテンペランティアで戦闘が開始されたとの報を受けた。スペルビアが大型のアルス兵器を用意し、インビディアの駐屯地へと進軍しているようなのだ。バカな。今は両国の距離が最も接近する時期でもある。我々が機会を待っていたと申されますか。ありえません。陛下の聖断なくして戦闘行為などと。確認する必要がありますね。ああ、そうだな。聖下、急ぎ確認、事態の収拾に努めます。失礼を。お願いします。法皇様、俺たちは。
メルフ特別執権官の助力をお願いしたい。構わないかな。断る理由はありません。私への気遣いも無用です。そう言ってもらえるとありがたい。急いでメレフを追いかけよう。何者だ、あれを動かしたのは。体制は万全ではないのだ。今開戦すれば我らは。どういうことか、ローデリヒ議員。特別執権官、なぜここに。テンペランティアでの発掘は陛下から中止が厳命されていたはず。それを聞こうは陛下の命を破り再開していたようだな。我らにアルス資源は少ない。それを陛下は分かっておられない。わしは国のために。貴公の心情などどうでもいい。なぜインビディアに攻撃を仕掛けたのか聞いている。わしではない。わしは命令など下していない。わしとて元老院議員、海戦の聖断は陛下のものと心得ておる。ならば誰が。メレフ。なんだこの者たちは。無礼ではないか。天の聖杯のドライバー、今は私と行動を共にしている。天の聖杯の。ではこの少年が噂の。噂のってなんだよ。俺ってそんなに有名なの。あなたたちが引き倒した給水塔の修理費用、いくらかかったと思う。あまりいい噂ではなさそうじゃな。メレフ、やっぱりあんたたちが関係しているのか。ああ、不本意ながらそのようだ。何が起きてるのか教えてくれ。まずいですね。両国が全面戦争にでもなったら。今はまずい。今やれば我らは負ける。どの道やる気やったんやろ。自業自得や。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。スペルビアにその気はなかったのよね。そのコアクリスタルはお前が天の。答えて。そうだ。光。スペルビアとインビディアが戦って得するものは誰。得するものって、まさか神たちイーラか。可能性はありますも。じゃがどうやって。やっぱりただの事故かもしれないもん。ご主人。それならその方がいいさ。頼む、メレフ特別執権官、貴公の力で事を収めてくれ。今さらだな、ローデリヒが。傍観するわけにもいかんか。カグチ。はい。メレフ。今回の件、当国の問題だ。お前たちの力を借りるわけにはいかん。トラの言うようにただの事故ならね。でももしあいつらが関わってるなら、それは俺たちの問題でもあるんじゃない。だが給水塔の修理代分くらいは働かせてよ。いいだろ。言うと思った。ボン、律儀やの。すまない。お前たちの力借りられるか。当たり前だろ。ええ、もちろん。私も行きます。ファン、テンペランティアで暴走をしているのはアルスを母体とした兵器なんですよね。私の能力はブレイドだけでなくアルスにも効果があります。きっと何かのお役に立てるはず。それに。それに。私が行かなくてはならない、そんな予感がするんです。ファンレノル、あなた。で、なんでカメちゃんまでついてくるわけ。なんかおもろそうやんけ。
遊びじゃないんだよ。イーラっちゅう奴らの噂は聞いとる。ヨウさん、コアクリスタルを集めてるんやってな。それにな、ワイらも無関係やないんや。イーラって名がほんまやったらな。カメちゃん、メレフ様、たった今我が軍のアルス兵器が中央干渉線を越えたとの報が入りました。現在マイジー40キリトで進行中です。そうか、先回りをしたい。船をつけられる場所はあるか。付近に入り江があります。そこからなら進路上の崖の上に出られるはずです。そこでいい、頼む。了解しました。抵抗する間もなかった感じやな。来た、あそこだ。危ない、避けて。ねえ、みんな無事か。ああ、なんとかな。止めないと。でもどうやって。背中の上にスペルビア製の補助駆動機がある。そこから各足へと伸びるケーブルを切断すればエネルギーの供給が断たれ停止する。光様のお力で破壊はできないのですか。それだ。確かに破壊することは可能だろう。ただしこの辺り一帯が消し積みとなるのと引き換えにな。どういうことや。以前読んだ報告書によると、あの兵器の主兵装はガス化させたアルスの体液を利用したものらしい。ガス化した体液は非常に不安定となり、少しの衝撃や熱量で大爆発を引き起こす。実際、3ヶ月前にここで大規模な爆発事故が起きている。知らずに撃ってたら大変なことになってたわね。くそ。なぜそのような危険な兵器。ヨシンバ敵陣中で撃破されたとしても敵もろとも殲滅できる、そういう設計思想なんだそうだ。考えた奴の正気を疑うわ。だからこそ陛下から中止が厳命されたのに、乗ってる奴を引きずり出せないの。操作層は10層もの強化装甲で守られている。外から入ることも破壊することも難しい。だが駆動機とケーブルは全てが装甲で覆われているわけではない。やるとしたらそこしかないか。どうやって背中に飛び移るの。この少し先、崖がせり出している場所があるわ。そこからなら背中に飛び移れると思う。じゃがタイミングを誤れば崖下へと真っ逆さまじゃぞ。しかも攻撃をかいくぐってとなると至難の技ですね。私がやります。ハンソン、私の力でアルスの動きを止めている隙に皆様はアルスの背に。ハンソン、わかった。でも無茶はなしだぜ。ええ、承知しています。よし、急ごう。もう少しだ。これじゃ近づけない。私が。ファーザ、任せましょう。大丈夫よ、彼女なら。
今だ、行くぞ。ああ、あれを叩き切れば、独立稼働機構があるとはな。我がスペルビアの技術恐れ入る。しょうもないもん作りよってからに。文句は後、来るよ。止まった。ああ、なんとかな。やはりお前だったか。シン、やっぱりね。イーラの主界シンですね。このファンレノルン、アーケディア法王マルベーニの名のもとにあなたを連行します。哀れだな。己が何者かも分からずにあの男の名を口にする、その姿で。あなたは、私は天の聖杯。お前も何を涼しい顔でいる。無関係でいられると思うなよ。そうね。では教えて。かつて私たちと共に滅と戦ったあなたが、なぜ今彼といるのかを。シンが光たちと。単純な理由さ。あいつの中にこそ真理があった。それだけだ。言うほど単純ではなさそうね。小坂神は相変わらず土足で踏み込んでくる。悪いわね、そういう性格なものだから。光、まさか真のやつも。そう、彼もブレイドよ。500年前に滅んだ国、イーラ最強のブレイド。自分で沈めておいてよく。あいつが誰よりも強く、誰よりも優しく、そして誰よりも戦いが嫌いだった。そのあなたがなぜ。原因の一端はお前にあると。私に。お前が身につかなければ彼女は。やっぱり。クリスタル。なんて色なの。まるで血の色。用心、あの色普通ではありません。剣を収めなさい。私の力はブレイドの行動の抑制。あなたがブレイドである以上、この力の影響下では動くことすらままならないはず。ブレイドの能力の抑制。じゃあ、あの時も試してみる。なんでここまで動けるんだ。弁慶ってやつは動けなかったっていうのに。いいえ、これでもかなり制約を受けてるはず。彼は史上最強と謳われたブレイドなのよ。それでも今なら倒せる。俺たちの力を合わせれば。甘いな。何、ファンさん。解き放とう、その首輝きから。ハンサム。
なんで。シン、お前の目的は何だ。なんでこんなことするんだ。なぜか。ならば俺も問う。超常的な力を神によって与えられたにもかかわらず、ブレイドはその記憶を持ちえない。なぜだ。え、記憶は蓄積され、やがて人を、生物を変化させる。変化こそ進化だが、ブレイドは刹那、コアに戻れば記憶は消えてしまう。その進化は閉ざされている。人もそれは同じだ。確かに人も死ねばそこまでだ。だが、子としては刹那であっても、集団として、文化として、記憶は受け継がれ進化していく。アーケディアはなぜコアクリスタルを管理する、ブレイドの誕生をコントロールすることで首輝きを課せられ、集団化すること、進化することを阻んでいるのではないか。人が人であるために。シン、なぜ人ごときに首輝きを課せられなければならん。ブレイドこそが世界そのものなのに。ブレイドが世界そのもの。こいつ何を。この先の世界を見ればおのずとわかる。お前はここまで来てしまった。引き返すことは許さん。だがここで止まることは許そう。ちんたらしてんねん。あいつはあかんやつや。何？義経。メツからの指示です。引きます。いいですね。おっと、逃がせへんで。あなたたちは何も分かっていない。まだ戦いは終わっていませんよ。なんやと。ケーブルは立ったはずや。確かにね。でもこいつのコアにはまだエネルギーが残っている。同じなんですよ、ブレイドの武器と。ではそういうことで、いずれまたね。待て。何なんだよ。俺、ドライバーになったんだぞ。ドライバーになって、だけど何にもできなくて。ファンさん、これじゃ何にも何にも変わってないじゃないかよ。いつの過去に一体何が。なんだあれ。あれはインビディアの軍隊ですもん。すごい数ですもん。何やって。いかん。展開命令を出したのは。いけません。このままでは両軍は戦闘に。どういうこと。スペルビアがインビディアを攻撃したと思っとるんじゃ。宣戦布告もなしにな。これはあかんで。事態を説明せえへんと収まらん。だが今からでは間に合わん。どうすんのさ。なんか方法はないの。ドーラ砲、インビディア軍の主力兵器よ。
準備を始めましたもん。間に合うか間に合わないかなんて関係ない。インビディアへ行こう。おう。待って。